南郷土人オフラの父教挙の延平派遣に反発についてお話します。188年、高僧さんが長順を追撃し、南郷土右権王オフラを指揮官として石門、現在の中国遼寧省を担当し、東光市全陽鎮にて趙旧力挙や鮮卑族と戦闘となります。結果、高僧が再度趙を撃破し、趙は妻を残し鮮卑族の領地内へ敗走しました。高僧はさらに追撃しましたが、遼西軍の監視城にて旧に200日以上包囲されました。やがて高僧側は食料が尽き、多数の兵を失いました。また旧側も疲弊し、遊女現在の中国遼寧省朝陽市に兵を引きました。その後、高僧の勇敢さを恐れた右岸族は再び高僧を攻めることはありませんでした。この戦功により高僧は中朗省徒弟公となりました。高僧はしばしば白馬にまたがり、乗馬や射撃に長けた数十名の部下に脇を固めさせ、白馬義従と名乗りました。188年3月頃、郭代が白馬台、現在の中国山西省臨汾市上墳県英古坊にて挙兵します。南郷土オフラと手を組み、10万名の兵を集め、白馬公金と呼ばれました。また大元、現在の中国山西省や華代、現在の中国山西省に進軍して突破しました。そこからさらに南下して加藤軍、現在の中国山西省を攻撃しました。188年、劉燕、自中東府が慶州、現在の中央湖北省の東の宗教で道が塞がり立ち往生したため、慶州の国境付近に駐屯します。その頃、馬曹、長子などが免築県で黄金島を名乗り挙兵しました。近辺で益州、現在の中国四川省の志士のポストを買った激権による従税に苦しんでいた民衆に課税を促し、数千名の同意を得ました。その後、免築令李翔を殺害しました。そしてさらに多くの黎民が課税し、馬は自らを天使と称し、1万名余りの兵を率い、長子と共に劇の殺害と落城、現在の中国四川省高官市の落城に成功しました。また派軍、現在の中国重慶市四川省を制圧し、派軍大使の張武を殺害しました。さらに益州、県尉、現在の中国四川省洛山市の占領にも成功しましたが、華竜に殺害されました。その後、華は劉を迎え入れ、免築県に駐屯しました。劉は華を高位に任命しました。188年1月、古族である南郷土の旧都閣が500万銭で関大公を売り、反乱を起こします。188年4月頃、旧都閣が兵主志士の張威を殺害します。またその頃、東府が密かに江氏、現在のベトナム東北部、黄河デルタ西北部、北中部行きを希望していた劉燕に対し、益州には天使の毛があると進言しました。これを聞いた劉は、四方的に包囲され志士の威厳が損なわれ、このような反乱が起きている、極悪の首をすげ替え明晰な人物を就任させるべきであると五官政府に説き、益州牧への就任を願い出て承諾されました。また党も職軍、現在の中国四川省成都市都尉に任命され、劉に同行することは決定しました。益州高官軍免築県、現在の中国四川省出身であった党は、故郷へ帰還することとなりました。さらに五官政府は、大木の公園を予習木、東海軍の創生の劉具を優秀木に取り立てました。五官政府は劉に対し、長順と旧力挙の征伐を命じました。また霊殿の御事の乗りによりオフラの父で第18代南郷土の前羽の郷挙は劉に従い援軍を差し向けました。劉は幽州に到着すると使者を送り、遊牧民に危機を伝え、趙の首を取るように命じました。劉の到着を聞いた旧は使者を使わせ降伏を伝えようとしましたが、劉が手柄を立てることを恐れた高僧さんの送り込んだ刺客により道中殺害されました。これを知った遊牧民は迂回して劉に旧の降伏を伝えました。劉は五官政府に旧の降伏を報告し兵を引きました。結果、伊北兵軍に駐留する高僧を率いる1万名以上の兵だけが残りました。188年4月ごろ、教挙による延平派遣が止まらないと読んだ南郷土の快楽や皇族である旧都閣の白馬道など10万名が教に対し謀反を起こし、教を殺害します。
これによりオフラが第19代南郷土全羽に就任しました。しかし南郷土人は、修北骨土高を、全羽としました。189年、修北骨土高が殺害されました。これを受け五岩政府は南郷土全羽を区位とし、南郷土の老王に政権運営を行わせました。189年、劉部が長順などを対象に懸賞金をかけます。189年4月頃、公孫さんの触覚の王政が長順を殺害します。長の支給は劉部に差し出されました。189年5月頃、オフラが洛陽の吸血へ出向き、南郷土人が修北骨土高を全羽としたことを五岩政府に訴えます。しかし霊天崩御の混乱時期であったため聞き入れられませんでした。そこで王は白馬黄巾とともに大元や課題県の諸軍に侵攻しましたが、現地の自警団に阻まれました。また故郷の南郷土に帰ろうとしましたが、五岩政府の許可が下りず加藤軍にとどまりました。189年11月頃、各大がオフラとともに再度加藤軍を攻撃します。これに慌てた東卓は中郎省の牛歩に鎮圧に当たらせましたが失敗し、牛歩は敗走しました。その後白馬黄巾は上等、現在の中国山西省長治市を経由して渡河し、河南院、現在の中国河南省の大半を占領し、西方、現在の中国河南省牧羊市を拠点としました。以上です。